都営三田線高島平駅の発車表が更新されました。東京都交通局は、今日24日、電照式旅客案内標識交換作業により、高島平駅の発車表を更新しました。都営三田線は、目黒駅から西高島平駅までの 26.5km を結ぶ都営地下鉄です。1968年に巣鴨から志村間が開業した後、2000年に目黒駅まで延伸開業し、東急目黒線との相互直通運転が始まりました。そして、今年3月18日からは、東急新横浜線、相鉄線との相互直通運転も始まります。都営三田線から、相鉄線へは、平日、土休日ダイヤともに、日中時間帯は、おおむね、30分に1本直通列車を運転する計画です。相鉄、東急直通線開業まで、あと53日となる、今日24日、高島平駅の発車表が更新されました。相鉄線との直通運転開始に向けた発車表の更新は、今回が初めてとなります。更新により、秒数表示、電車位置表示が変更されました。電車位置表示には、昨年5月にデビューした8両編成の新型車両、6500型のイラストも採用されました。現時点で発車表が更新されたのは高島平駅のみとなっており、今後、三田線各駅で更新が進む予定です。これで、1月24日の KAB ニュースを終わります。